ください。はい。いただきます。いただきます。なんか食欲ないって聞いたから。いや食欲ってか、うん、これ食べてない、うん、食べてみて。さっき食べたんだけど美味しくない。どこ食べた？尻尾だけでしょ、うん、尻尾しか食べてないでしょ。硬い。まあちょっと硬いかもね。顔が強い。魚だから目を。食べてくれ。もう一口食べな。一口。じゃあこう。そして。うん、熱い。熱い。美味しい。美味しいって。美味しいんだよ。父も母も医者も大好きだけど。なんだかちゃいたきてやら。もちお魚落ちそうなの。これ。でも怖くなった。怖く。みんなこと怖い。卵入ってる？うん。入ってる？入ってるね。よく見つけたね。ね、見せて。何？卵さ。ママちゃん自分で見つけてるか。見せて。ナナの入ってるし。頭の方食べてごらん。反対、そっちはお尻だから。ここ？それご飯でしょ？ここの中か。お魚に卵入ってるんですけど、ご飯じゃなくて。ママちゃん押さえて。ごめんなきゃ。お魚だってご飯だよ。これ食べてないでしょ。ご飯に卵ついてる。早く明日になってほしい。ね、まだ父には言ってないけど。今日いいな。量いいの？私言ってみた。けど未来が悪いかし。あれ前髪伸びたね、また。早っ。前髪だけ早い。
正解。もしご飯を残ったら野菜とこれ一緒に食べる。ちょっと大きかった。もうご飯野菜おいしい。ご飯と一緒に野菜を食べる。ちょっとマヨネーズついてるからおいしいの。ご飯野菜おいしい。あと7本とか未来2個食べる。2個。もう2個食べたし、2匹。7、あれ1匹目。7嫌いなんじゃないか。お前食べない。今ね、枯れちゃった。なの？え？あの卵。入ってた。違う。ここにさ、なんかこれさ、白身でしょ。殻入ってたから。殻。違う。白身。殻。知らないの？知らない。知ってる。殻と言われてみればまあ殻だけど。いやいや違いますけど。白身。白身でしょ。白身。うん。辛味。魚嫌いなんだな。食べさせてあげるよ。卵。骨ばっかり。骨。はい、まだ口いっぱい入ってる。うん。もうこれしてよ。
飯美味しい。でもね、お魚食べないだろうと思ったからね、ご飯多くしてね、あとハムもたくさん入れてたから。魚が落ちるよ、卵ね。違うのか。一個しかないか分かんないでしょ。比べるものがないの。一個かないか分かんない。最後の一個。最後の一個。でももうちょっと口に入れるとき静かに入れたので、だから落ちるんじゃない。今もシルキュンって飛ぶから。静かに口。今のさ、こんな感じだ。美味しいだって、ニラ玉汁嫌いなはずなのに。しかもニラ玉、今日は3枚も、あ、ニラ3枚も入れたんだけど、すごいじゃん。もう普通に入れていいんじゃない、ニラ。あ、わかった、ニラさ、3枚だけだったから。いや、いつも1枚だったんだけど、うん、最近2枚にしてて、今日は3枚に増やした。ちょっとずつ増やそうか。じゃあもう明日で4枚、うん、今度4枚だんだん増やすね。汚いのもなんかすごいご飯いっぱい。4枚でも2つは2つだから、みんなぐらい入れるんじゃん。2つは2つ、みんなこれぐらい入ってるよ。うんうん、いけそうじゃん。だってニラ変な味しないし、なんも味しないじゃん。ついてる系だきっと。うん、ついてる系。ね、私に開けろと。うん、私の顔にピシャって言ってる。静かにやないと簡単に飛ぶもんね。ついてるところは落ちてる。でもあまりついてない。なら頑張れ、ヨーグルトレオにあげちゃうよ。頑張れ。なんかタオルちゃんと敷いて。うん。取れませんよ。食べられてます。ダメな。あ。なんだ、タオルちゃんと伸ばしてた。つけてるよね。なんかこうなってきた。ね、もう一匹ぐらい食べれるのかしら。一匹しか食べないでしょ。卵落ちてる。
おじさんいるんじゃない？なんか音聞こえる。上のおじさん、ほら足音すごい聞こえる。上にね、おじさん住んでんの。上におじさん住んでんの、一人で。変わらないよ。変なおじさんじゃないよ、優しいおじさん。でもとっても優しいおじさん。だけあげたんじゃん。こっちが2分の1。食べたじゃん。なら食べてよ。美味しくない。美味しくない、美味しくないの食べて偉いね。もーちゃん顔を出して、硬いのはまだ残ってる。だって魚の骨も丸ごと全部食べたんだよ。すっごい栄養でしょ。あはちゃんも開いて、うん、たまちゃん、うん、いや元気出るよ、ご飯食べ終わった後。ナナすっごい元気出ちゃう。レオも元気出てきたでしょ。うん、あとね、いっぱい上の上は元気いっぱいな。じゃあ顔出してよ。俺らのご飯いっぱい入ってたからね、本当に。お腹痛い今。だから乗せた。あ？何？あ、はい。歯に挟まった？はい、それはお魚でしょ。ご飯じゃないか。こういう時は妻用事。食べればしよう。食べないでしょ。
汁入っちゃう。味噌汁ね。うん。ニラ玉汁。うわー、これやばいの。何それ、ヨーグルト。うん、きっとね。え、ちょっと足にもついてる。こっちの人。前の私と同じ腰になってるわ。なんでこうなの。ちょっと床拭いて、ちゃんと綺麗に拭いてよ。いや、なんか逆に伸ばしてそう。裏返してもう一回拭いて。裏返して。いつもの。この間の未来事件。未来の顔はさっき見えなかった。ママちゃん抑えてて、なんかすごい寝る時期がばっかりだった。元気いっぱいレオレオマンでしょ。お腹痛いマンではないの。飲んだりしたらごちそうさまやってなかったね。いつもやってんじゃん。前途中で切れてたし、動画がなんか短くて、